さんお疲れ様でーす。ただいま名古屋の2日目終わりましたしたね。レイズ・ザ・フラッグ、これで大阪そして名古屋、2日間終わったわけですけれども、あとは1ヶ月空いて福岡ですけれども、まあ相当いい感じにライブ仕上がってはきてます。まあ、まだまだね、来れてない方々たくさんいるからネタバレになっちゃうんでなかなか言えないんですけれども、まあ、このライブは結構進化していくそんなライブになってますんで、一回一回ね、実は大阪ともまたちょっとずつ違ってきたりとかしていて、かなり回を重ねるごとにいろんな形になってますんで、ぜひ皆さんそれを楽しみにしていてください。ですね、今ですね、横に岩田氏がいるんですけど、岩田氏がね、見てるんですわ。だからね、自分で言ったことがね、右から聞こえてくるってね。岩田氏がね、時差があるのかな。ちょっとね、ちょっと時差あるね。岩田氏どうですか。岩田氏どうですか。時差があるんですか。岩田氏それ。個人情報が丸出しだよ。ロンちゃんの携帯がもう丸出しだよ。丸見えだよ。丸見えだよ。いやー、最高。じゃあどう、自分の顔を今自分の携帯でインスタライブ見てるの、どう。これ深いなー深いなー、怖いっすね、ちょっとね。恐ろしいね、もう一人の自分がいるみたいな。本当だね。だんだんそっちの自分が全然違う動きする可能性あるからね。ホラーだね、もうそれ。ホラー。本当だね。ということでですね、まあそんな感じで、レイザーフラッグ、はい、バチ盛り上がってます。バチクソ盛り上がってます。イエーイ。ということなんでですね、福岡の皆さんもぜひ楽しみにしていてください。まだ1ヶ月ぐらいありますけれども。ハブファン。つまりはハブファン。平成最後のライブということで、ね、そろそろね、新しい時代の幕開けですけれども。かっこいい。はい。一番、その、令和第一発目の福岡のライブもぶちかましますんで。はい。間違いない。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ということで。休みますということで、お疲れ様でしたということで。お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさい。ということで。はい。